社メンチを段々畑にしてます。で、真ん中ぐらいにミツバチを置いていまして、で、その上の方は畑として耕してるんですが、下の方はもう雑草だらけになってしまいました。以前はここにも花を植えたりとかしてたのですが、最近はやることが多くて雑草取りなどをやることができません。でも以前植えた花が宿根草などはそのまんま残ってくれています。ここに今あるピンクのかわいい小さい花は、これはタイムの花です。で、向こうの方にもなんかケシの花とか、ケシって言ったらあれですけど、あれはヒナゲシですね。それからもう一つ何か咲いてます。でもミツバチは西の方に何も家などが近くにないので、思いっきり飛んでいって近所に迷惑をかけるということはありません。